栗が揃いました。ならば桃栗3年頑張るしかない。確かに。どちらかといえば見ての通り普通タイプの2人でございます。だがしかし個性豊かな方々の中にいれば逆にいい感じになるんですね。ちょっと甘いですよ。確かに。いや、いい味出しましょう。大人の色気なんかも出しちゃいましょうか。日常の中にあるなんだかクスッと笑ってしまうようなことを見つけてきますよ。それでは桃くんいいかい？準備 OK です。それでは桃栗劇場の始まり始まり。これは栗太郎さんが大学生の時、初めての彼女ができた時の話です。コンビニのバイトに勤しむ栗さん。いらっしゃいませ、こんにちは。それにしても昨日はまこちゃん、かわいかったな。眠い。栗太郎くん、栗太郎くん。はい。ダメだよ、仕事中に寝ちゃう。すみません。栗太郎さん、前日に一睡もしていないので立っても寝れるぐらい疲れていました。いらっしゃいませ。そこへ3人の女子高生がレジに並びました。1人、2人と会計が終わり、3人目の最後の商品をスキャンしていた時のことです。ん？あれ？おかしいな、これスキャンが通らない。バーコードは時々読み込めないことがあるので、何度も当ててみるクリさん。あれ全然通らない。笑い出す女子高生たち。本当に通らない。これどういうこと？なんとクリさん、あまりに疲れていて最後の女の子の手に持った財布をスキャンし続けていましたとさ。思い出すために恥ずかしいですね。いかがだったでしょうか。次回の桃栗劇場もお楽しみに。